どうもみなさん、おやつさゆうりでございます。今日はですね、私が祝日の日にね、何もしなかった日の,あの日動画を撮りました。何もしなかったって言っても、いや、あの動画撮ってるんかいみたいなね、思われる方もいると思うんですけど、これ見てもらうとわかるんですけれども、マジ何もしてません。ただただ、あのよくわからない、あの歌詞はわかってないけど、めちゃくちゃ好きな歌をあの歌詞をデたらめに歌って自己満で過ごしています。で最近はやっぱ やっぱりこのなんかヒゲダンがめちゃくちゃやっぱアイラブがねめっちゃ好きでなんか何が好きかって考えた時にやっぱイントロはちょっとあんまりいただけないなと思って最初あんま聞いてなかったんだけど入いた時のあの A メロっていうんですかもうそれがもうめちゃくちゃ良くってそこからマジで虜になってきましたよねでその後の100万マイルだったりとかっていうのもとても好きであのこんな感じで歌っていましたなんか私のね歌声なんて聞かせてもねとんでもない と思ってしまうのでちょっとここは割愛させていただくんですけれどもマジでこれ分かります今までに見たこともないほどの自由さであの歌わせていただいておりましてまあこんな感じで洗濯物も溜まってきたのでじゃあちょっとそろそろやろうかってどっこらしょっていうもうこの座り方もなんか女としてどうなのみたいな感じでうふうに思われるかもしれないんですけれども皆さんねマジでねあのもうごめんなさいねなんかこういう人間なんですよねなのでまああの めっちゃ歌ってますね。歌ってる姿とかもなんかもうほんとジャガイモみたいに見えてきて、なんか 本当にこのまま嫁に行けるのかって、いや、嫁に果たして行きたいのか、まあそういったところまで議論すべきところなんだと思うんですけれども、とにかく歌をね、楽しく歌っております。で、こういう感じのなんか放送っていうのは、放送っていうか動画はね、初めての試みなんで、もしかしたらね、みんなね、あの、戸惑うかもしれない。でも、これでいいんだよって思う方がいたら、ぜひ教えてください。あの、これ実は後半戦も撮ってたりとかして、なんか別にでもそんな長回しするほどのことでもないなと思って、 でただ歌ってる、まあ、そんな動画です何、まあ、な,なんでしょうねこの日曜日間いやでも火曜日だったんですね確実にあれは。てか確実に火曜日だったあの祝日は何だったんでしょうか もう風のように過ぎていったわけなんですけれどもまあでもまた会ってもいいかなと思うところですね2月はあと1つねあの祝日が入っているのでそこは皆さんねあの楽しんでいかれたらなと思っていて私が最近思っているのはただ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 韓国旅行に一人旅行きたいなっていうところですすいませんね最後まで私の見苦しいあの歌声を聞かせてしまいましてでもとにかく一つ言えるのは本当に歌うこととしゃべることと聞くことと書くことと見ることがめちゃくちゃ好きっていうところですまあ、好きを全 目に押し出したわがままな放送だったんですけれども楽しんでいただけたらグッドボタンいただけると嬉しいですそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうそれではバイバイてかまだ木曜日だったね私木曜日で今の3日帰りです皆さんも楽しい金曜日を過ごしてくださいねそれではバイバイ